東海東京証券株式会社は愛知県名古屋市に本社を置く日本の独立系証券会社である。旧法人は1929年設立で2009年4月に持ち株会社制に移行したため現法人は2008年設立の子会社。2000年10月東京証券と東海マルマン証券が合併して発足した。かつては東海銀行が ヒット株主であったが、旧 UFJ ホールディングス発足後は、系列証券会社が弱かった旧三和銀行が、証券業務で主導権を握るべく、グループ証券会社統合に組み入れなかったことから、2003年11月に自己株式の買い取りを行ったため、同銀行との資本関係は大幅に希薄となっている。その後、セントラルファイナンスと同様に、 中部地区に強い人脈を持って、グループからの独立志向を一層強め、2004年5月に、三井住友海上火災保険との資本提携を呼び、業務提携がなされ、同社が東海東京証券の大株主となった。しかし、経営人の大半が旧東海銀行の出身者からの転籍組が多く、 名古屋を中心とする中部地区に強い地盤を持つ他にも、同じ旧東海銀行系の旧中央信託銀行時代から中央三井信託銀行とも証券代行業務及び相続関連業務に関する代理店契約を締結している。自社のウェブサイト内に女性向け投資情報サイト乙女のお財布を設けており、女性投資家の応援にも力を入れている。2007年より、 一人勘定取引である SMA の取扱いを開始した。2009年4月1日に会社分割により持ち株会社体制に移行。東海東京証券株式会社が金融証券取引業等を分割し、完全子会社の東海東京証券分割準備株式会社に承継させる。同時に東海東京証券株式会社が 東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社に東海東京証券分割準備株式会社が東海東京証券に称号変更した。2010年4月1日には本社を東京日本橋の日本橋フロントから名古屋市のミッドランドスクエアに移転した。同月5日にはトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社を九州合併。5月6日には 福岡支店における証券業について会社分割を実施し、西日本シティ t ィ,ィ証券株式会社に承継させて、西日本シティ銀行との合弁会社とした。中国、インド ADR、韓国などの株式を取り扱う。2002年には中国最大手の証券会社である国体訓安証券と業務提携して中国株の取り扱いを始めた。また、 2007年1月29日から韓国最大手の証券会社である大優証券を通じて韓国市場への韓国株の現地委託取引を開始した。最近では地方銀行と提携を進めている。同社大阪支店に勤務していた。んありがとうございます。